日本列島の地形図ユーラシア大陸東の沿岸沖に位置し、4つの比較的大きな島と、その周辺の3700ほどの島々で構成されている。日本海、オホーツク海、太平洋、東、シナ海に囲まれている。参考、日本列島周辺の島々衛星画像を左から、順に主なものコマンドルスキー諸島、千島列島、日本列島、 南西諸島、台湾、フィリピン諸島、ボルネオ島、スラウェシ島。フォトバイナサ、エスブルーマーブルプロジェクト左端は、カムチャツカ半島日本列島は、ユーラシア大陸東端の沿岸沖、東アジアに位置、また、太平洋北西の沿海部に位置する、古城列島の一つである。範囲にはいくつかの説があるが、いずれも、ほぼ全域が、日本の領土となっている。 日本列島は列島の名前であり国家や領土とは独立した概念であるが日本においては日本の領土を意味する語としても混同して使用されている日本の領土としての日本列島については日本の地理を参照列島は広いところで3 0 0トル程度の幅があり長さは3 5 0 0トルほどある陸地面積の75%に及ぶ範囲が 山地、山麓で、平地に乏しい。大部分は、温暖湿潤気候に属し、梅雨や台風、また季節風の影響による豪雪の影響などにより、浸食が激しい。周囲は、日本海、オホーツク海、太平洋、東、シナ海に囲まれている。列島の太平洋側には、千島、カムチャツカ海溝、日本海溝、伊豆、小笠原海溝、 南海トラフなどの深い海溝があり、全体が地殻変動、作り山活動が盛んな活動地域となっている。また、地球上に確認されている火山の10%程度が日本列島内にあると言われている。地質学的には、ユーラシアプレートの東端及び北アメリカプレートの南西端に位置する。これら二つの大陸プレートの下に、 太平洋プレートとフィリピン海プレートの二つの海洋プレートが沈み込む運動によって大陸から切り離された古城列島になったと考えられている。四神ご頃からその原型が形成され、中心夜に日本海が形成されてユーラシア大陸と分離した。極東、東、アジア、太平洋北西部の地形図。図の中央が日本列島。 日本列島の範囲は地形を基準にするのか文化圏を基準にするのかで解釈が変わる。概ね、競技と抗議の二つの捉え方、見解がある。競技の日本列島の範囲は、北海道、本州、四国、九州の四島とそれらに付随する島々である。抗議の日本列島の範囲は、北海道、本州、四国、九州の四島とそれらに付随する島々。 千島列島、南西諸島である。死体構造的には、千島列島、南西諸島を除き北海道、本州、四国、九州からなる列島であり、アリューシャン列島を含めたアジア大陸島園に、追加する、花砂列島の一部にあたる。カラフト島と台湾島を加え、さらに南西諸島、伊豆諸島、小笠原諸島、千島列島を加えて表現することもある。 地質学的視点で日本列島というものがどのように形成されてきたのか解説する。かつて日本付近はユーラシア大陸の端で古生代には大陸から運ばれてきた砂や泥が堆積していた。そこへ遥か沖合で海洋プレートの上に堆積したサンゴや 放山中などからなる岩石が移動してきて、それが海溝で潜り込む時に、陸からの堆積物と混合しながら、アジア大陸のプレートに押し付けられて加わった。この負荷が断続的に現在まで続いたため、日本列島は日本海側が古く、太平洋側に行くほど新しい岩盤でできている。このようなメカニズムで大陸側プレートに海洋プレートが潜り込む中で、主に、 ジュラ紀白亜紀に付加した岩盤を骨格に、元からあった4から5億年前のアジア大陸沿恵の岩盤と、運ばれてきた古いプレートの破片などを巻き込みながら、日本列島の原型が形作られた。この時点では日本はまだ列島ではなく、現在の南米のアンデス山脈のような状況だったと考えられる。その後、中心夜になると、今度は日本列島が、 大陸から引き裂かれる地殻変動が発生し、大陸に定置ができ始めた。2100万から1100万年前にはさらに断裂は大きくなり、西南日本は長崎県津島南西部付近を中心に時計回りに40から50度回転し、同時に東北日本は北海道知床半島沖付近を中心に、こちらは 半時計回りに40から50度回転したとされる。これにより今の日本列島の関東以北は南北に、中部以西は東西に伸びる形になった。いわゆる観音開きモデル説である。そして、およそ1500万年前には、日本海となる大きなくぼみが形成され、海が侵入してきて、現在の日本海の大きさまで拡大した。 1600万年前から1100万年前までは、西南日本のかなり広い範囲は陸地であった。東北日本は、広く、海に覆われ、多島海の状況であった。その後東北日本は、太平洋プレートなどによる東西からの圧縮により、隆起して、陸地となり、現在の大宇山脈、では丘陵が形成されるに至った。 北海道はもともと東北日本の続きとカラフトから続く南北西の地界及び戦闘湖という三つの地界が接合して形成されたものである。南西諸島は日本闘湖の中でも最も新しく成立した闘湖で600万年前以前は大陸の一部であったが大陸の縁で階裂が起こり完全に大陸から切り離され、 珊瑚礁を持った塔庫となったのは150万年前以降である。西南日本と東北日本の間は浅い海であったが、この時代以降の堆積物や火山噴出物で次第に満たされながら、東北日本が東から圧縮されることで隆起し、中央高地、日本アルプスとなった。西南日本と東北日本の間の新しい地層をフォッサマグナといい、 西園は、糸井川静岡構造線、東園は、柴田小出構造線と柏崎千葉構造線で、この構造線の両側では全く異なる時代の地層が接している。こうして、不完全ながらも今日の古城列島の形として、現れたのは、第三期先進予の初め頃であった。その後も、特に氷期の時などには、海水準が低下するなどして、 大陸と陸続きになることがしばしばあった。例えば、間宮海峡は浅いため、外、満州、カラフト、北海道はしばしば陸橋で連絡があった。津軽、津島両海峡は130から140メートルと、深いため、陸橋になった時期は限られていた。また、南西諸島では、トカラ海峡、ケラマ海峡の共に1000メートルを超す水深であり、 第四期後半に立教になった可能性はまず考えられない。南西諸島の生物種が固有種が多く、種の数が少ないなどの離島の特徴を示すことは、大陸から離れた時代が極めて古いためと考えられている。立教問題では、津軽海峡は先週に夜つまで開いており、津島海峡は日本海海改裂時代には開いていたが、その後の中心夜松から、 先進世には閉じたと考えられている。最後の表記が終わり、マイナス約60メートルの宗谷海峡が海水面下に没したのは、高ミオの週末から、関ミオの初頭、すなわち、約1万3000年から1万2000年前である。現在の日本列島の地形と海底地形図現在の日本列島は、地形的には、などからなる。 いずれも、島湖の東側あるいは南側は、狭い大陸方があってその沖は沈み込み帯であり、海溝型地震が頻繁に発生する。この沈み込み帯に対して、全体的には平行に、山脈や火山帯が連なっている。その山脈の間や海沿いに細長く、盆地や平野が点在している。日本最大の平野である、関東平野は、例外的に広く、 その形成理由は詳しくは解明されていないが、基板岩の深度が深い発サマグナに位置することや、三枚のプレートが重なっていることなどが挙げられる。全般的に地震の発生が多く、起伏の激しい地形が多い。およそ200万年前に始まる高深夜は、氷河時代とも呼ばれ、現在よりも寒冷な時期と温暖な時期とが交互に繰り返し訪れた。 厳しい気候変化の時代でもあった。それに伴う地形の変化や火山の爆発などで起こる地殻の変動も激しかった。氷期の最盛期には気温年平均で摂氏7から8度も低下した。その影響で南北両局に氷河が発達したのは当然ながら北半球の高山や広い範囲に氷河が発達し、海水が少なくなって海水面が低下した。 その低下量は、現海水面から約140メートルも下がった。ところが、最終の表記を超えると、世界的に気候は温暖化の時期を迎え、厚く堆積していた氷河が溶け始め、海水面は、次第に上昇してきた。関心与では、温帯、温順門スーン気候に属するが、南部では亜熱帯気候、北部では、冷温帯気候の影響下にある。4000万年前まで、 日本海が存在せず、日本列島は大陸の一部であった。約7万年前に、北方からはマンモス、ヘラジカ、トナカイ、ヒグマ、ナキウサギ、キタキツネなど、南方からはナウマンゾウ、オオツノシカ、カモシカ、ニホンジカ、ツキノアグマ、ニホンザルなどが移り住んでいた。動物たちと同じく、それらを追って大陸の旧石器時代人も、 大陸から移り住んできたと推定される。その後、日本列島が大陸より切り離されることにより、それら動物や人類も独自の進化を遂げることになる。1973年、東京都府中市武蔵大の武蔵大遺跡と千葉県の三立化55、地点遺跡で人武を研磨した魔性能の形石器が発掘された。湿度相順は、 約4万から3万年前の立ちムダイエックス層中であり、分布は列島全域にわたる。これら人部魔性石符は現時点で世界最古の魔性霊であるが3から4万年前に集中し、その後は早々期まで出現しない。しかしこれら魔性石器の出土によって日本列島の旧石器時代の人類の生息が示される。 火山灰に覆われた日本は酸性土壌のため化石が残りにくく化石人骨の発見も少ない。かつては愛知県と橋市で発見された牛川人が最も古いとされていたが2001年の再鑑定によって人骨である可能性がほぼ否定されている。今世紀初頭に これまで、化石人骨とされてきた標本の再鑑定が、実施された後では、本州で発見された最古の人骨は、静岡県浜松市で発掘された、浜北人である。比較的良好な保存状態で発見された、沖縄県八重石町港川採石場で発見された、港川人は、1万8000年前の新人である。後期甲子宮岡後期旧石器時代にあたる。 眼下状や眉間の隆起が発達したやや原始的で頑丈な頭と顔、小柄な体格、華奢な上半身比較的頑丈な下半身の特徴を持ち、縄文人につながる特徴を備えているという。なお、日本人のルーツにあたる縄文人は北方系とされ、北方ユーラシア大陸から渡ってきたと言われている。日本人に、 約35%の頻度で見られる愛染色体、ハプログループ D1A2 系統は、日本列島に初めて到達した原生人類のタイプと考えられており、3.7から3.8万年前に日本列島で誕生したとされる。日本列島とその近海は、多数の固有種が存在する、世界有数の生物多様性を持つ地域として知られている。特に、 日本近海は海洋生物における世界最大の生物多様性を持つ海であり、全海洋生物種数の14.6%が分布している。しかし、日本の高い人口密度と発達した産業のために絶滅危惧種となった生物も多く、世界規模で非常に高い生物多様性を持ちながら、人類による破壊の危機に瀕している34箇所ある地域の 一つに挙げられている。日本列島の名前の由来は日本国である。古代日本では第八島国、第八州国などとも呼ばれていた。現在も日本国の主たる領土であり、日本国を地理的な立場から見て表現する場合に使用されることがある。日本国民の意識では日本列島と日本国を同一視する場合もある。ありがとうございます。